それでは今回参考出品させていただきました気液分離式超音波オデー濃度計ですね、これのちょっと説明をさせていただきます。で当社超音波式を応用した濃度計長く販売しておりますが、超音波式の弱点は、泡ですね、液中に入る泡、これによって超音波が反射吸収されてしまうため、本来よりも高い濃度が出てしまうという問題がありました。でそれに対して今回新しく商品化させていただいたこちらのものは、泡と液体、濃度の種な部分ですね、それを分離することをできるようにしてあります。それによって、気分のところで濃度を測れるということです。でこちらを、の方なんですが、実はオデー液ですね、今回は展示会になっていますけれども、これを中で高速で回転させることで、遠心力により、液体の、濃度に当たる部分は外へ、そして、軽い気体、泡ですね、これが真ん中に集まるようになっております。高速で回転することで、遠心分離されるという格好になります。そして、超音波センサーはこちらにございまして、中心を外した位置に超音波センサーを通してございます。これによって泡の影響なく、オデーの濃度が超音波により測定できるというタイプになります。で今回新しくご紹介させていただきました気液分離式、オデー濃度計、ただいま開発最終段階に入っておりまして、来年には皆様にご提供できる予定になっております。どうぞ一つよろしくお願いいたします。